こんにちは、加藤純子です。今日は私のナイトルーティーンを紹介していきます。いつもはこんな完璧なルーティーンできないんですけど、一応理想と現実っていうことで理想の方をやらせてください。こちらです。フォーコーナーズさんとコラボで作っためちゃくちゃ気持ちいいパイル地のワンピース、部屋着というか、まあそうですね、ワンマイルウェアとして作ったんですけど、めちゃくちゃ使ってます。ちょっとお出かけするのにもいいしね、なんか羽織れば本当にストレスフリー、すごい気持ちいい。では早速ナイトルーティーンやっていきます。で、この辺が今日のルーティーンセットです。お風呂から出てすぐこのファミュのミスト状の化粧水をつけます。ちょっとでも肌を乾かしたくないんですぐつける。で、そうこうしてる間にこちらパナソニックのナノケアをしていきます。で、このスチーマーなんですけど、これがねすごい気持ちいいんですよ。顔だけお風呂にすごい頑張って入った後みたいなツヤツヤの顔になる。毎日それができるから、もうほんとこれ使ってる時と使ってない時だと全然違うんで、もうねみんなに買ってほしい。そろそろ水がなくなってくる頃なんですけど、めちゃくちゃもろもろが浮いてくるんですよ、毛穴も。お次はパックです。私の楽天ルームでも紹介してるんですけど、めっちゃ安くて、これ100枚で3500円とかなんですよ。ってことは1枚30円くらいだから、高い化粧水買ってきちまちま使うんだったら私はパックした方がいいのかなって。ほとんど水だから結局たっぷり入っていけばいいのかなと思って、でいちいちコットンに染み出すのもめんどくさいし、個包装されてるタイプもすごい好きですね。今日はティーツリー。パック本当に楽で、もう貼っとけばとりあえず水は入ってくんで、首もねこんな感じです。で、この間に大体私はパックしながら歯磨きします。で、ちょっとパックしながらで申し訳ないんですけど、実は私今これマウスピースつけてるんですよね。じゃん、外しました。これが上でこれが下で、私一応飽食歯科医なので、これを機におすすめの歯磨きのやり方っていうのを紹介します。歯磨きするときに皆さんほとんどの方が鏡見てないんですよ。鏡見てても自分の顔しか見てなくて、今このヘッドがどの歯に当たってるか見てない。そうするとちゃんと目に当たってないんで磨けてないんですよね。なので鏡を見て磨きます。何でもいいんですけど、フロス必ず通してください。糸ようじですね、これは。歯間ブラシでもいいし、特にこのマウスピース矯正だったりとかしてる方って、ここ歯と歯の隙間をすいてギュッて寄せるっていう方法なので、いつもより歯と歯の間が少し広くなってるんですよね。で、そこに食べ物が溜まってしまうと矯正してる間に虫歯になっちゃうんで、すごいそれを恐れていて、いつもよりフラスフロスちゃんとしてます。で、本当に虫歯になりたくないので、フッ化物線香っていう、これは歯医者さんとかで売ってるやつなんですけど、お口の中にフッ素の溶液を満たして虫歯になりにくくする。で、毎日こうっていうやり方が一番虫歯になりにくくて、毎日使って、で、パック終わったらその次はこれです。パナソニックの美顔器、リフトアップ系のやつですね。これすごい良くて、なんかパナソニックビューティーすごい好きなんですけど、手持ちの美容液、これはコスメデコルテのモイスチュアリポソーム、これをつけて、セラム系ですね、オイルじゃないやつ。あと大好きなアンプルールのジェルです。結構いっぱい余熱きました。よし、ちょっと暖かくなってて、
リストしようと思って。一応付属の、 美容液ジェルみたいなのもあるんですけど、重めのクリームとかじゃなければ自分のいつも使ってる美容液で使えるので非常に良い。これ使い始めてから顔小さくなったねって言われる回数が増えたので、うん、信者です。よいしょ、整いましたね。でこれだけでもいいんですけど、なんかオイル好きなんですよ。顔にベタベタ塗るのがすごい好きで、最近好きなのがこのアスレティアのオイル、これをちょっとつけて、香りがねすごいいいの。ハーブみたいな。これをやった後にさらに化粧水つけるといいらしくて、ピチャピチャ、ほらなんかいいでしょで、ですよ、最後でーん、ツババーン。これがめっちゃ良くて、私4月って1年の中で一番肌荒れするんですけど、3月の後半から4月にかけて、これで本当にニキビ出にくくなった。スキンバリアバームっていう名前なんですけど、皮膚科の先生が作ってて、ワセリン、白色ワセリンとかがメインだったかな。で、このくらい取ってお肌に塗ります。これ夜用でもあるし昼用でもあるし、紫外線吸収剤とか入ってないのに SPF がちゃんと19とかかな、わずかにあって、24時間使ってていいっていうのがいいポイントなんですよね。これを塗ります。ちょっとね白くなる。 OK、 これはもう完璧なタイプのスキンケア。あ、首吸ってない。で首は実は私これ塗ってるんですよ。リッチでしょう。こういうもう10代の時からあるこのシワなんですけど、ほっとくともっと深くなっちゃうし乾燥してるから、首こそねいいやつを使わなきゃと思って、ここまでが顔ってよく言いますよねって思ってこれを使ってます。カプチュールトータでした。あ、ボディ忘れてた。私は結構あんまり体ベタベタ塗るの好きじゃないっていうか、オイルをあんまり重いやつを体に塗るのが好きじゃなくて、クリームとかサラサラなオイルとかはすごい好きです。で最近ハマってるボディミルクはまたアスレティア、これめっちゃ良かった。テクスチャーもすごい、わかります？トラッと、トロトロなんですよ。重くないからこれからの時期にすごいいいかも。でお風呂上がりに、乾燥が本当にひどい時はお風呂上がりっていうか、お風呂にオイルを持ち込んでバーって全身塗ってタオルでパポポンって拭いて終わりとかなんですけど、ちょっと春夏だとまた逆に重すぎても困るから、これくらいのライトなテクスチャーのものがいいですよね。私のナイトルーティーン楽しんでいただけましたか？インスタも見てねー。